どうも、こんにちは。第135弾、ダークソウル3をプレイしていきたいと思います。前回がですね、とりあえず立って横からしょっと。前回が、巨人ヨウムを、倒して、そこから探索、いろいろ探索してたんですけどね、多分ここ、一回ちょっと見といた方がいいな。この、かがり火で、だいぶ、まあ、2、3話ぐらい前に、カーサスの地下牢、あ、地下墓地か、地下のお墓から、進んで、覇王ウォルニールっていう骸骨のボスを倒したんですけど、そこから突き進んで、地下のお墓から、進んでたところで、途中で移動したんですけど、ここがさらにまだ、さらにあるんですけど、まあ、ここはだいぶ厄介なんですけどね。まあ、すぐにボスには直線上たどり着くんですけど、たどり着くまでになんかすごい厄介なことが起きるんですよ。これがこれなんですけどね。あららららら。これがだいぶ厄介っす。このボスが厄介なんですけど、まあ突き進んでいきます。わわわわわわわ。出てくるかな。霊体呼んだんですけど、あ、出てこないな。あららら。あ、来た、出てきた。まあ、そのまま呼んで行っちゃいたいと思います。松ヤニをして、あらら、減りすぎ。わあ、大沼さんがやられちゃう。わあ、逆に近づかないといけないかな。よいしょ。よいしょ。わあ、厳しいな。ここはちょっと魔法で。あんま減らないんかな。あらら、あ、魔法はちょっと食らってるかな。なんかすごいことになってる。わわわ、逃げれない。ああ、やられちゃった。厳しいな。
結構僕もあんまりよく理解しないんでゴリ押ししちゃうんですけど、結構きついですね。どうしようかな。まあ気にせずちょっともう一回チャレンジしたいと思います。敵がかなり硬いんでどうしようかな。避けながら、あ、霊体の人はもういないのかな。ちょっと装備を黒消しの体験、何してんだ。ちょっとソウルを、あららら、ソウルを一回回収して、難しいな。よいしょ。難しいな。よいしょ。回避が難しいですね。近くに行きながら、あんまり離れすぎると多分当たり判定が広くなるから、回避が難しくなるから、結構懐に入り込まないとちょっとしんどいですね。だから体験でこの R2 をちょっと長押しで溜め込んで一気に行きたいと思います。おっと、危ない危ない。あか、ダメだ。あ、ソウルをちょっと回収しないと。よいしょ、ソウル回収。苦しい。これどうやって避けるのかな。これ避けれねえな。一回離れないといけないのかな。ああ、こうやって避けるのか。難しい。
これ、これ、この炎が避けれねえな。よいしょ。無理か。メテオはやべやべ。うわあ、よいしょ。厳しいわ。よいしょ。エストビもすぐなくなっちゃうしな。うわー、メテオが。あれもあれも、あらら、また炎が。よいしょ。よいしょ。よいしょ。うわあ、エストビンがなくなった。よいしょ。あ、行きました行きました。もうエストビンがすっからかんす。よかった、行けた。本当にあのマジで死にゲッス。とりあえずかがり火、かがり火。よいしょ。で、ここが、多分またここはここで終わりみたいっすね。すよね。これは関係ないのかな。関係ないな。まあ、ここでまた終わりなんで、また次回は次回までにまた探索してまた行けるところを多分いくつかまだあると思うんでチョイスして、そこからまた次回上げていきたいと思うんで、また楽しんでみてください。じゃあね、この辺で終わりたいと思います。ではまた。